新年明けましておめでとうございます。この挨拶を去年もしたんだよね。12月24日。聖なる夜に取り扱いがあるかを。めちゃくちゃもう時系列めちゃくちゃ、クリスマスの動画なんて桃元にはなかったです。はい、というわけで、おはようございます、ティーラと申します。新年一発目の動画にはこれが上がってるんじゃないですかね。はい、というわけでやっていきたいと思います。新年令和4年ね、令和4年の桃元、一体何年続くのか僕にもよく分かっておりません。行ってみよう。令和3年はね、森井レンタルチームでね、アーケード版やったんですけど、今回は2人プレイでやっていこうと思います。別に友達がいるわけじゃないですけど。さあ、このラプソン感が凄まじいな。誰、おお、悲しいな。おお、令和4年初めてだ、お前が。いざ勝負。令和4年初のパーティー、スライムベース、スライム玉、スライムレッツゴー。ギリギリ合体しなかったわ。ただのスライムチームに見えます。いえ、 2P プレイにした理由は一つあるんです。 2P のチーム、スライムつもり、はぐれメタル、メタルスライムレッツゴー。 HP 低く、大丈夫。もう不安しかねえ HP だな。というわけで全員スライムかつギリギリ合体しないとこになってますね。まあ、これに関しては一つ理由があるんですけど、このまま待ってるとね、多分ね、出てくると思うよ。なんとですね、ほら、スライム大好きチームという相性が発動して二人プレイ専用の。ああ、まさに令和4年にふさわしい初めての戦いですね。スライムだらけでね、ちょっと待って、やりづらい、やっちゃった。あ、やっちゃった。うわ、もう片方行ったもん。何してんだ、おめえら片方。ああ、今回はですね、必殺技が使えるチームですね。さあ、ヘッド&アウェイ、イエーイ。今回はスライム大好きチームにて、スライムだらけが戦います。令和4年にふさわしい、新しいパソコンでの初収録ですね。うわ、本当に初収録だから音声バランスちょっとね、ミスってたら本当やばいな。編集するとき俺の耳だけ死ぬわ。さあ、まずは行こう。スラブレイク、スライム究極攻撃、スラブレイク。みんな一斉にスラストライク、いけ。みんな一斉にスラストライク。最後は綺麗にフィニッシュ、せーの。いやー、こんなもんか。まあ、損だな。さあ、もう片方の炎の呪文を打ち出す。おいしょー。いやー、ドルマゲス賢さ高っ。メラでこんなんか弱点取ってるけど。狂気の笑い。相手は笑っています。令和4年初笑い。初笑いだね。うわー、結構食らってるぞ、お前ら。はぐれたらそこにいなかったからいいのか。つむりちゃんです。なぜ僕ここにいるんだろうみたいになってますよ。行くぜー。まあ、ヒャドリル、よいしょー。わーわー、ドゥ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 、かわいい。みんな回心率高いからね、ちょっと、火力負けしそうな気がするんですよね、個人的に。火力負けすると、かなり厳しいから、ちょっとここで、ギガデイン一発打ち込みましょう。このギガデイン打ったターン怖いな。つむりちゃんがさ、気分やすぎない？さあ、とりあえずここね、もうバッて突破したい。火力で突破したい。ガンガン怪人出して突破したいんだけど、君はガトリングアタックというものをし始めるんだ。行くぜって。でも、立ちふさがってないのは大丈夫だ。つむりちゃん、立ちふさがってないんだね。オッケー、いいよ。ドリュースタイクで攻めてくれるならいい。さあ、行け。宇宙から、ロケットのごとく。せーの、誰が怪人初めに出すのかな。スライムチームみんな怪人出るからね、誰が初めに怪人を出してくれるのか。目にも止まらぬスピードだ、イタテンの刃。いや、誰が怪人出してくれるんだ。絶対怪人出てくんない。おい、令和4年初めて怪人出すのは誰だ。誰一人で今出してねえぞ。きた、お前か、お前が出すな。スラバーニングバカラクション、よいしょー、素晴らしい。お前かよ。なんか、令和3年の時、スライムあたりが確かに会心出したような気がしないでもないな。お前かい。令和4年はお前かい。まあ、ヘドやばい。うわ。まあ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 。結構抑えられてる方だと思う。いえ、
氷をまとうドリルストライク、マヒャドリル、よいしょ。氷入ってるからね。まあでもなんだかんだでいい感じに削れてますね。いい感じに削れてる、大丈夫だ。あ、まあまあまあ、これは食らうのは仕方ない。さあ4ターンで仕留めます。ドルマゲスって火力こうしてみるとあんまないんだね。いやー、ありがたいっすね、火力がないってのは。まあこのターンに2000を削るのはちょっと難しいかなと僕も感じてます。それでいいんですよ。はい、無駄。スライムたちの宴よ、これが。さあこのターンをちょっとね、うまいことかわして最後にフィニッシュ決めますんで、だからあんまりまあ無駄回心は出さなくていいし、しっかり当てれば大丈夫だよ。ボーダー線まで持ってってくれ。まあ賢い方は何かと分かってるかもしんないですね。いや、なんか初めてのさ、新しい PC の収録で令和4年収録ってなったら、俺絶対これ使おうって決めてたんですよ。結構前からね、12月入ったくらいからね。ああ、そういうことするのが一番まずい、そういうのが一番まずいんだよ。いけっかな。ちょっと1200ぐらいには入れてくれないとね。ワン、ツー、スイッチ。ああ、いい。1200いけるでしょ。だってスラブレイクが600だったしね。さあ食べて。さあ次のターンにフィニッシュにしましょうや、ドルマゲス。いいお膳立てをありがとう。ほう、あ、それやばい、ちょっと待って、それやばいんだよ、それやばいんだよ、ちょっと待って。あ、ちょっとドルマゲス、ちょっと待って、それダメだよ。おお、呪われたらもうさ、俺の考えがね。行きましょうか。僕は絶対ね、令和4年とだったら見せたかった技があるんです。行きます。サバリング、ロケットスタイク、スラストライク、タジグダイガル、ガトリングアント、イダテンのエヴァ、6人1体究極必殺技。来た。行きましょう、皆さん合わせて6人1体、スライム6体、殺さ、6体じゃないとダメなんです。参ります。スラブレイク×スラブレイク。いくぜー！スライムウェーブ、スライム究極集合技、スライムウェーブ、みなさん登場、スライムいっぱい。あ、夢の楽園だ。さあ、最後はみなさんご一緒に、スライム大突進、迫力満点の大突進だ。せーの、いやー、やったー、かっこいい。いい無前だった、ありがとうね。1200か。ほう、なるほどね。白目でまずはね。うわ、でも7600もあったの、ラプ様。そんなあったっけ、君。令和4年には、ね、ふさわしい、初バトルが。いい戦いになりそうですね、これは。どうなんだ、7600もあったっけ、ニピールのゲーム。なんか感覚麻痺してるわ。5800くらいだと思ってた。で、このスラブレイクの面白いところって、スライムつむりを入れた場合は確定先生になるところですね。ナイスーそう、立ちふさがるを使う関係上必ず先制できるって面白いんだよな。さあ行きましょう。さあ着実の開花生ウルトラフラッシュ。なるほどね。とりあえずとどめボーダーまでパパッと持ってほしいな。そしたらもうとどめで勝ちてるからね。怖いのはラプソーンって言ったら呪文が強い。どうなんだろう。でもメタルスライムとハグメタいるんでしょ。4464って言ってもまあ食らわないやつもいるからな。ベスちゃん、いいねー、いい火力されてるよ。ちゃんとしっかり火力出してくれれば問題ない。飛び上がる、よいしょ。いいよ、大丈夫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 。ラプソンはまあ白目なら、白目でもワスカメでも遅いのは変わらん。基本的に先制できる。よいしょ、あー、いいダメージ全弾。ドルマゲス硬すぎたんだな。サイキャ、あー、サイキャから入るか。麻痺とか怖い。ベスちゃん結構飛んでったな。ここ呪文か。だねー。これはどうだ。でもスライム系ってこの作品だとみんな暗黒に強いから、割と大丈夫だとは思うんだけどな。60が俺60が女、びっくりだけど。60。タワリン硬いんだね、君意外と。60。さあ、3ターンで持っていきたいところです。目にも止まれぬスピードだ。イラテンのエヴァ撃って。いいよ、いい感じいい感じいい感じ。こいつにも一回スラブレイク打ちて、俺の誘惑がね、ちょっと囁いてるわ。
頼むわ。スラブレイクでとどめボーダーまで持ってってほしいって思っちゃう俺は。でもそうすると板はくらった時取り返しつかないんだよな。発射ーせーのよいしょ。いやー会心率が今日はどうした。ベスちゃんしか会心、いやまあ出してるやつは出してるか他にも見えてねえだけで出してるやつは出してんだけどさ。まあメラゾーマやばいな、今度はやばいな。いやーうわー120兆るわいやでも意外と結構食らってんだ。緑来る、緑来てほしい。ここはここ緑、青の先行か。ウルトラブラッシュ528。強いぞお前、やるじゃん。あーやばい、フルで呪文来た。このパターンやばいな。でスラブレイク打ちたい、ラプソンにもスラブレイク打ちたいな。でも3ターン目の行動がイテハ入ってるってことで打たれちゃうと、イテハ打たれちゃうと取り返しがつかないんですよ。50%5割で負ける、いけー、うわーめっちゃあれこれもしかしてさ、いやしょしょ嘘だ追い上げちゃった。いやすいません、小1時間悩んだんですよ。これだったらラプソンギリギリ死なないんじゃね。あの僕ラプソンをスラブレイク、スライムウェーブで倒したいんです。わかりますよね。3ターン目耐えることを見越すしかないです。これ死なないでしょラプソンって。ああああれ考えてたことと違うんだけど。今日何、今年もなんかさこういうポンをやらかすってことをね、皆さんに知らしめました令和4年もよろしくお願いします。